んにちは。本日の試合は横浜 F マリノス対アトレティコマドリーロイヤルロンドンスタジアムよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。七海さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。横浜 F マリノス対アトレティコマドリー、ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。スペース出ましたね。さあ、サイドのスペースへ、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。エリア内に枚数揃っていたので絶好のチャンスでしたけどね、はい、惜しい攻撃でしたね。そうですね。これは通しません。ダニエル・アウベス、リンコン、グリフト、大きく縦へ、 F マリノスボール、切り返してミキッチ、ガルシア、このパス超えるか。このボールはカットされます。横浜 F マリノスが立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。非常に積極的になってますけど、攻めてる時こそリスクマネジメントが必要ですからね。トレッコマドリーとしては立ち上がりからちょっと受け身にはなってますけど、まあ悪くないですよね。しっかり引いて守って速攻を狙っていくゲームプランでしょうからね。激しいボールの奪い合いです。周りを見る、スルーパス、このボールをカットします。惜しかったですね。今のがつながっていれば決定的なシーンでしたよね。ボールを奪えるか。いや、強さありますよね。リフト、前半20分になろうというところ。 F マリノスなかなか前にボールが運べません。もう一度中央、プリフト、ウィルシャー、長いボール裏へ落とす、ナダル懸命のクリア、浮かせて裏を狙う、ゴールキックとなります。ダニエル・アウベス、チャンスにつながるのか、どうだ。しっかりと抑えました。こういったアーリークロスはタイミングが合えば面白いんですけどね、はい、ディフェンスも対応が難しいですからね。そうですね。ジルー、サイドのスペースを使う、入れましたね。クリア、オンサイドですね。前半30分を経過しています。前半も残り時間が少なくなってきました。スコアは0対0。
スアレス、また中央へ、このパス越えるか、パロン、ミキッチ、ガルシア、スアレス、さあジルー抜ける、裏のスペースに置きに行く、シュート、ゴール！ F ・マリの先制1対0。いやー、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。カウンターといったらこのチームっていう情報は誰もが持ってたと思うんですけどね、シンプルないい崩しでしたね。F マリノス先制ゴールを決めました、1対0。これで優位な試合運びができるんじゃないですかね。そうですね、しかしまだ1点差ですから安心してはいけませんよね。はい、ゴール、アトレティコマドリー追いつきます。ここでフリーで打たせてはいけません、ちゃんと修正しなければいけませんね。そうですね、ゴール前でこれだけフリーにさせてしまうっていうことは大きな問題ですからね。そうですね、これで今日のゲーム面白くなってきました。もう1点取りに行きたいところでしょうね。41分が経過、前半です。リンコン、アウベスへ、ウィルシャー、ジルー、この位置だ、シュート、アトレティコマドリー、これ守備陣焦ったでしょうね。奪い返します、クリフツォ、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。さて、同点で終えた前半となったわけなんですが、いかがですか。まあ、後半もお互い一つ一つのプレーを大切にしながらチャンスを生かしていくという戦い方でいいと思いますよ。そうですね、引き続き後半その行方見てまいりましょう。前半は1対1の同点で終了しています。マドリーのキックオフでスタート、ガルシア、
裏に味方を走らせる。ボールつながります。ミキッチへ、中合わせてくるでしょうか。ここで受ける。 F マリノスとしては非常に危ないシーンでしたね、はい、ああなってしまうとキーパーからボールが見えなくなってしまいますからね。なるほど、絶妙ですね。これはつながりませんでした。ミキッチ、ガルシア、ここはカットします。サイドを使います。スアレス、今日は得点を挙げています。裏のスペースに置きに行く。ここまでのところ同点です。1対1。ガルシア、長いボール裏へ落とす。このパスはキーパーへ。ジルー、どうする。さあシュートか。シュート、これはクリア。いやファインセーブですよね。素晴らしいですよね。後半21分です。ボールが抜ける。ゴールキックです。しかし飛び出しのタイミング見事でした。ダニエル・アウベス、ウィルシャー、ここは通しません。ガルシア、スアレス、ここで前を向けるか。戻します。リンコン、ウィルシャー、ジルー、狙える。シュート、守備陣のほんの少しの隙にしっかりつけ込んできます。さあ残り15分切ってきた。両チーム一歩も譲らないという試合展開。同点ではありますが、いつ試合が動いてもおかしくない状況です。このボールに触ります。残り時間は10分を切っています。クリフツォフ、ウィルシャー、クリフツォフ、ウィルシャー、ジルー、ダニエル・アウベス。それにしてもちょっと時間がかかってしまいましたね。残り5分を切っています。
もう時間ないですからね、単純にサイドから入れるっていうのも一つだと思いますよ。リンコアウベスへ、ジルー、果敢に狙っていきましたが、ここで長い笛、1対1同点で試合を終えました。さあ七海さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？今日の試合での課題や良かったところを次のゲームにどう活かせるかですよね。まあチーム力向上にもつながりますし、サポーターも新しい目標ができるんじゃないですかね。そうですね。さあそろそろお別れの時間です。本日の解説は七海浩さんでした。七海さん、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。1対1の同点で終了しています。Don't move if I'm in bed.